マカオのタクシーマカオの個人タクシーマカオの個人タクシーこのーではマカオの交通について記述するマカオでは域内交通に関して鉄道設備が発達しておらず陸上交通は自動車に頼らざるを得ない事情の一方で28.6平方キロメートルという狭いな領域に約54万人が住み17,310人 平方キロメートルという世界最高級の人口密度を有している状況では、自家用車の利用はあまり合理的ではなく、バスとタクシーの公共交通機関が主流となっている。なお、マカオでは、香港同様に自動車は、左側通行となっている。これはかつて、ポルトガルが左側通行だった頃の名残とされ、また、同一経済圏である香港の車両が流通しやすい、ことによる、 行き交通は、ボーダーゲート及び連礼大橋において、中華人民共和国主会市に陸路で出入域が可能であるが、上記の通り域内の移動は、公共交通機関で十分であることから徒歩で通過するものがほとんどである。2018年に香港とつなぐ港玉、沖大橋が完成し、自動車の往来が可能になったが、大多数は橋上を往復するバスによる移動となっている。 その他、香港及び中国本土各地には、二つのフェリーターミナルからフェリーが就航しており、香港へは定期ヘリコプターも運航されている。国際空港として、マカオ国際空港があり、中華人民共和国各地、台湾、日本、韓国、フィリピン、マレーシア、ベトナム、タイ及びシンガポールへの定期便が就航している。西湾大橋マカオには、 総延長3 2 1トルの行動があるが、一般的に道は境界で、それに加え、市街中心部では、道の両側に駐車している光景がしばしば見られるなど、道路事情は不良である。効率的な公共交通機関の欠如と人口と、比較した自動車の数量に起因する交通渋滞は、重大な社会問題となっている。マカオ半島とタイパ島の間は、 唐久久総督大橋、マカオ遊戯大橋及び、西湾大橋の三つの橋がつないでおり、また、ギア給料下にトンネルを通し、半島の東西交通の促進を図っている。自家用車は、送料は多いものの、マカオ域内での利用がほとんどであることを考慮すると、大半の住民にとっては、合理的選択とは言えず、鉄道設備は順次建設中である現状では、公共バスと、 タクシーが主要な日常交通機関となっている。また、市民の足としては、スクーターが重宝されている。マカオのバスマカオのバスペディキャブペディキャブ公共バスは、マカオ半島、タイパ島、コタイ、コロアネ島の全域を結び頻繁かつ安価に、運行されている。マカオ新福利公共汽車及び、マカオ公共汽車の2社により、路線バスやミニバスの路線が域内を網羅している。 なお、これらの路線バスのルートマップなどはすべて、ポルトガル語とト東語の両方で表記されて、バスの車内放送では、ト東語ポルトガル語普通話し英語の順で案内される。二つのバス会社で利用可能なディポジット方式のバスカード、マカオパスが発行されている。また、主なカジノやホテルが5分から10分に1本程度の頻度でフェリーターミナル及びボーダーゲートと、 各カジノの間の無料シャトルバスを運行している。タクシーが安価な交通手段として、市民だけでなく観光客の足として利用されている。しかしながら、利用需要に対し供給は不足気味であり、朝夕の混雑時には拾うことが難しい。シャトルバス終了後のフェリーターミナルにおいては、フェリー到着後30分程度のタクシー待ちが生ずることがしばしばとなっている。 個人タクシーは黒の車体にクリーム色のトップに塗られている一方、会社に所属するタクシーは全体を黄色に塗装されているが、いずれもメータータクシーであり、利用においての差はない。香港同様、日本の自動ドアの機能が普及している。料金はマカオにおける他の支払い同様、香港ドルが使用できるが、コインは受け取りを拒否されることがある。広東語のほか通じにくいため、 観光局からほとんどのタクシーに普通話、ポルトガル語、英語で主要ない行き先が記されたガイドが提供されている。1970年代まではペディキャブが主要な交通手段であったが、現在ではフェリーターミナルやリスボアホテル近辺に観光用がわずかに残るのみであり、料金もタクシーより高い。マカオケーキ鉄路路線マカオケーキ鉄路。 タイパ先交通渋滞の緩和目的に新交通システムマカオケ駅鉄路が2019年にタイパ島のタイパフェリーターミナルに接続するタイパ馬島駅から西湾大橋に接続する海洋駅にかけて共用を開始しさらに延伸建設中である市街地は高架軌道一部を地下トンネルを用いた専用軌道のゆりかもめ型無人走行の 新交通システムでマカオ半島を周回し、タイパ個体は西岸を経由してマカオ空港、タイパフェリーターミナルまでの路線運行を予定している。マカオから中華人民共和国本土への直接乗り入れの計画もあるが、合意の見込みはまだない。なお、講義の鉄道としては、1997年によりロープウェイである松山乱車が運行されている。 タイパや、コロアネに、観光用のジャンクが供されていて、担民により運行されていたが、埋め立てや、社会生活の変化により、今では見られることはない。港玉、沖大橋のバス、主海市とは、北部のボーダーゲート及び古代のレンゲ大橋において、中華人民共和国に陸路を経由し出入り行き、可能である。ボーダーゲートは、マカオが、ポルトガル植民地となってから2000年に、 レンゲ大橋が架かるまで中国とマカオの間に唯一開かれた関門であり現在でも陸路のほとんどはここを利用しており2011年には年間利用者9000万人を数えたレンゲ大橋は個体と主海市横ごと深空を結んで変換後の2000年に完成した前日の通り中華人民共和国は右側通行マカオ香港は左側通行であるが この橋には通行方向が変わる工夫がなされている。香港、主海市を海上でつなぐ世界最大級の橋梁港玉、沖大橋が2018年完成し、同年10月23日より共用が開始された。アウターハーバーフェリーターミナルマカオが中華人民共和国に返還され、中華人民共和国の住民が、 比較的自由に入域できるようになるまでは観光客のほとんどは香港からフェリーを利用して来訪していた。1960年代からこのフェリー事業はカ事の王と称されるスタンレー法率いる企業集団である新徳グループに属するターボジェットが独占していたが変換後カ事の事業同様に外国資本等の参入が促進されサンズマカオザベネチアンマカオを経営する 米系企業ラスベガスサンズ社の経営する国体ウォータージェットが参入した。現在、マカオ・香港間は1日150便以上の定期航路が就航しており、マカオ半島に位置するアウターハーバーフェリーターミナルが海上交通で最大の受け入れ港となっている。ターボジェットの主要航路である香港上間の香港、マカオフェリーターミナルとを結ぶ航路には、 高速総動線とジェットフォイルが午前7時から深夜、0時までは15分ごと、その他の深夜帯には平均1時間に1便が供されており、約55分間で領地を結んでいる。また、海上航路ではないが、発着地をフェリーと同じくする定期ヘリコプター航路が新徳グループにより運航されており、この間を約20分で結んでいる。ターボジェットは、その他、 新鮮市、甲州市との間にも定期航路を運行している。また、チムシヤアッツィとの間の航路を運行していたファーストフェリーは現在ターボジェットの傘下にある。ターボジェット車のジェットフォイル固体ウォータージェット車の主要航路はタイパフェリーターミナルであるがアウターハーバーフェリーターミナルへの航路も有する。数年前からターボジェットは マカオ・香港国際空港路線のサービスを開始した。この路線を利用すると、上記マカオ・香港路線と異なり、香港に到着した旅客は、香港での入出国手続きを経ることなく、マカオに入国でき、逆の経路においては、マカオにて、チェックイン後、香港への入出国手続きを経ることなく、香港国際空港経由で帰国することができる。2017年5月18日、 タイパフェリーターミナルが改良し、海上交通の一部はこちらに移転される予定である。本港は香港国際空港とマカオ国際空港利用者のハブとして機能することが期待されている。マカオ国際空港マカオ国際空港タイパに位置するマカオ国際空港を通じて国際航空サービスが供されている。1995年開港以来、東 アジア各都市への定期便を就航させている。就航都市には、北京、上海、台北、高尾、クアラルンプール、マニラ、東京、大阪、ソウル、バンコク、シンガポール等がある。陸上経由で中華人民共和国に入国しようとする旅行者は、通貨ストムズ、ワンチェックポイントサービスを享受することができる。旅行者は、チェックイン時に航空会社のカウンターで、 エクスプレスリンクのサービスを申し出れば、マカオ国際空港に到着したとき、単にエクスプレスリンクの指示に従い、エアートゥー、ランドフローエクスプレスバスに乗り込むことで、中国本土の国境に到達するまで、マカオの入国審査と税関のチェックポイントが免除される。中期料金が比較的低く、火事の景気による事業機会により、この空港はエアアジア、 タイガーや東アジア系の LCC に人気であり、これらの航空会社のハブ空港の様相を提出つつあり、マカオのフラッグキャリアであるマカオ航空、台湾の航空会社エバー航空等の旧来から利用していた航空会社は厳しい競争を強いられている。マカオヘリポートアウターハーバーフェリーターミナルは5機のヘリパッドを有し、 空中回線がヘリコプターによる新徳センター及び新センターから安国際空港への最大積載員数12名、飛行時間約16分の定期便を毎日後6便を運航している。ありがとうございます。